日本大学鶴岡高等学校は東京都杉並区泉に長目に所在する日本大学付属の私立高等学校。設置者は学校法人日本大学。略称は日大鶴岡。愛称は鶴、鶴高、日鶴。校訓は自主創造、真剣立校、和中共同。校長は川原陽子。教頭は新道高尾。 1951年に日本大学の獣医学部併設校として創立。創立当初より男女共学校。現時点での進学率は現役進学率95%、日本大学への進学率60%。校訓として自主創造、真剣立校、和中共同の3つを定め、それに基づく文部領土を目標に掲げている。 全身の旧農獣医学部は、鶴ヶ久保という土地にあったものの、久保という印象が暗く消極的であることから、命長く、生き生き発展することという願いを込めて、丘に変更した。移転後の現在もその名を継続して使用している。1968年に設置から1985年の募集停止までの19年間にわたり存在した。 現在の特進胸と図書館がそれぞれ当時の美術家の校舎と音楽家の校舎の位置にあたる。現在でも特進胸には美術家で使用していた教室が残っており、当時の絵の具の跡が残されている。入学時からコース制を採用し、コース別授業で進路選択を行う。ありがとうございます。